両蒙、両蒙、李蒙、百178年から219年は、中国語間末期の武将。孫作、孫権に仕えた。字は氏名。予習助南軍ふつつみ県、暗記省、丘南県の人。三国志呉市に、捨てがある。姉の夫である、東東は、孫作の武将であり、山越討伐に従事していた。 十五点一六歳の時に、俗の討伐に出向いた、とうとうの軍にこっそりついていった。とうとうは、両毛の存在に気づき叱ったが、両毛は家に戻ろうとはしなかった。とうとうは家に帰ると、両毛の母親にそのことを知らせた。両毛の母親は、激怒したが、両毛は、貧しさから抜け出すためには、危険を犯して、功績を立てねばならないと反論した。両毛の母親は、 呂盲の心を憐れみ、それ以上何も言わなかった。あと、とうとうに仕えていた役人で年の若い呂盲を馬鹿にする者がいた。呂盲は怒ってその役人を切り殺し、同居の者を頼って逃亡したが、後に、行位の縁た氏を頼って自首してきた。この事件が、孫作の耳に入り、孫作は呂盲に面会を求め、その非凡さを見抜き、側近に取り立てた。 数年後に、東東が死去すると、長将の推薦で、両毛が、東東の任務を引き継ぎ、別虫芝に任じられてその軍を率いることになった。200年、孫作が死去し、その弟である孫健が後を継いだ。間もなく、孫健は、軍団の統廃合を考えるようになった。両毛は付け届けをして、自分の兵士に赤い服装を身につけさせ、越平式に臨んだ。 孫賢は、呂蒙の軍団の見事さと、よく訓練がされていることに喜び、呂蒙の軍団の兵士を増やしてやったという。丹陽討伐では、至るところで功績を上げ、平北たといとなり、広範県の利の長に就任した。高祖との戦いでは先方を務め、敵の水軍と特沈治を自ら打ち取り勝利した。この戦いで、城を捨てて、 闘争を図った皇層を捕虜にすることができたが、孫健は両盲が、陳治むを討った功績のおかげであるとた。横の中老将に任命され、千千万を与えられた。二百八年のカラス林の戦い、石壁の戦いでは、周遊や帝広史と共に戦って、曹操を破る功績を挙げた。その後の南軍、高領において、曹操の武将の僧人を包囲した。 この時、駅州の重ね宿という人物が兵士を連れて、投降してきた。周囲は上表して、重ね宿の兵士を、旅蒙の軍団に編入させようとしたが、旅蒙はこれを辞退して、重ね、宿を称賛した上で、遠くの国から投降してきたことを評価し、むしろ兵士を増やしてやるべきだと孫権に意見した。孫権は、この意見を受けて、重ね宿に兵士を戻した。 周囲は関連に命令して別に医療を占拠させたが、総人が軍を割いて医療に攻撃を仕掛けてきたため、関連は苦戦した。旅蒙は周囲と帝広氏に対し両党に留守を任せて軍を医療の救援に向けるべきと進言し、さらに医療から逃走する敵から馬を奪うために道に罠を仕掛けておくことを提案した。周囲はこの進言を受け入れ、 医療に赴きその日の戦闘で敵の半分を倒し、逃走した敵は、旅蒙の提案した罠にかかり、馬三百匹を得ることができた。こうして、味方は勢いづき、曹人を南軍から撤退させることができた。後が南軍を占拠して、慶州を平定すると、偏将軍、陣陽権令に任命された。旅蒙は、高祖討伐をはじめ、赤壁の戦い、 その後の慶州をめぐる一連の戦いでも常に大将を務め先行を挙げた。かつて主君の尊敬から教養の大切さを悟されて勉学に励んだ。公表伝によると一度は忙しさを理由に反論したが尊敬から主君である私でも忙しい中勉強できたのだ。絶対にできる。私は正人より歌、諸教、大器、左伝。 国語を平読みしが、ただ、駅だけは、読んでいない。後を継いで、以来、三字、式漢勘等間関係を指すや、初夏の兵士を帰り見、自らに、大いに駅するところがあったと言われ、孫子、陸東、左、国語及び三子を読むのがよかろう。別に博士になれというのではない。ただ過去のことを多く知ってもらいたいだけだと悟されて、両母は、勉強を始めたが、その結果、 儒学者にも勝るほどの量の学問を身につけたという。露宿が、周遊の公認として陸口に赴く途中、旅網の軍営の前を通った。旅網に対し、露宿があれこれ質問してみると、勉学に励んでいた旅網は何でもスラスラと答えて、しまったという。露宿は、関羽対策について、逆に旅網から五つの策略を与えられることになった。露宿は感心し、 両毛の母に目通りをして、友達になることを訳して別れた。公表伝では、ロシクは両毛を、五家の阿毛にひず、あは日本語で言えば、子供に呼びかける時の、ちゃんといったニュアンスで、暮れにいた頃の毛ちゃんではないの意と表し、それに対して両毛は、しべつれて三日、すなわちさらに活目して相対すべし、日々鍛錬しているものは三日も会わなければ見違えるほど、変わっているということ。 転じて、いつまでも、同じ先入観で物事を見ずに常に新しい、ものとして見よという意味と答えた。ただし、若い頃に、正式な学問を学ぶ機会を持てなかったため、重要な文書は口実で作成させたという。孫賢は成人してから学問に励んだ武将として、旅網と、賞金をあげている。またこのことから、進歩のない人間のことを、五家のあもう。 クレの旅蒙ちゃんと呼ぶようになった。曹操は、露光の社気を春の天皇に命じて、艦において屯田させようとした。その屯田兵は、孫賢の領土で、しばしば略奪を働いていたという。旅蒙は彼らに基準を進めたが、受け入れられなかったので、攻撃をかけたところ、社気はそれ以来進行をしてこなくなり、その部下の孫子彩や総合は一党を引き連れて、投降してきた。その後、 曹操と孫権が長江を挟んで戦いを始めると、術口の戦い、優れた検索をたびたび行い、功績を挙げた。曹操が、露光大衆の主光を送り込み、漢を本営とし屯田を開始させ、さらに美の不服住民にも誘いをかけ内容させようとした。旅蒙は、漢の土地が肥沃であり、数年もしたら、軍勢も増強され、 手がつけられなくなると心配し、今のうちに滅ぼしておくよう上えした。孫権はこれを受けて、二百十四年五月に、官への攻撃に出陣した。孫権は諸将を集め計略を尋ねたところ、呂蒙は官令を、マス城正しに推挙し、官令を先方とし、呂蒙は、精鋭を率いて、それに続いて攻撃するという作戦を立てた。この時、工場のために、土山を作り、 道具を集めるべきだという慎重論が出たが、旅網は敵の準備が不足しているうちに攻めるべきとして、これを退けたという五所。旅網自ら太鼓を打ち鳴らし、兵卒を鼓舞するなど力戦し、兵士たちは次々に城壁を乗り越えていき、戦闘は朝のうちに終了した。この時、曹操の援軍として長領が京石まで来ていたが、落城の知らせを聞きたい客した。 これは214年のうるう五月のことで、大衆の主光を捉え、数万人の男女を捕虜とする戦果を挙げたという、クレシュデン。この功績により、露光大衆に任命され、露革した陣馬、それに、陣用のトンデンミンと観族が与えられた。旅網は、陣用に戻ったが、1年後に、露料で反乱が勃発した。武将たちは誰も討伐できなかったが、 孫権が両毛に討伐を命じると、両毛は反乱をたちまちのうちに鎮圧した。首謀者のみを処刑し、それ以外のものは解放して、一般民衆に戻してやった。劉備が益衆を手に入れたことで、孫権は慶州の諸軍、調査、慶応、礼料を返すように催促したが、劉備は領州を手に入れたら、慶州の諸軍をあやたえんと答えた。領州は 駅州の遥か北であり、当時で駅州と領州の間で、後間中があると、劉備がこれを奪うことはその時点で不可能に近く、返すつもりがないと言ったも同然であった。これに怒った孫権は、呂蒙、ロシクらを派遣して、慶州の劉備領を攻めた。215年、ロシクは一万の軍を率いて、駅用に進み、劉備軍の慶州の軍事総督の官務を牽制した。 その上で両盲は、露体、孫茂千羽丹、孫忠氏らと共に、調査、慶容を降伏させ、内洋の桃源氏という人物を使者として派遣して、唯一抵抗の姿勢を見せた霊領大使の郭広氏を、計略を用いて降伏させた。その後、両盲は、三軍に、孫が、孫隆鹿を置き、関羽と露宿が退治する駅用に軍を進めた。担当会談で露宿は、 今回の一件について、劉備陣営に審議がないことを叱責しました。勘を怒鳴りつける。曹操が長老を倒して、手に入れた、勘中が劉備に攻められること、劉備は、益州を失うことを恐れて、孫権へ和解を申し入れてきた、劉備はかくて、小水を、境界線として先、調査、慶應を孫権に変換させられる、劉備は霊陵を領有することとなった。形式的には僕が回復した。 同215年、孫権は十万の大軍を率いて、合飛城を攻め、撤退時に追撃を受けたが、呂蒙、両党らが懸命に、孫権を守った、合飛の戦い。217年、曹操は大軍を率いて、呪術口に進出し、長領、増派などを先方として、孫権の新しく、建物を攻撃し、孫権が交代した。孫賢は呂蒙を指揮官に任命し、呂蒙は、 旧建物の樹脂掘りの上に、強力な石弓一万を配備して、曹操の進撃を防いだ。さらに、曹操軍の先方部隊を攻撃すると、これを打ち破った。曹操が敗退すると、功績により予防は、小井将軍、さまもる軍となった、216年から217年に、かけての樹脂の戦い。露宿がなくなると、当初公認の予定であった、厳春が辞退したこともあり。 呂盲は、露宿の公認としてその後を継いだ。引き続き陸口に駐屯し、露宿の兵馬一万余はすべて、呂盲の配下となった。勘章太守となり、竜明、勘政、修了の地を与えられた。当時、孫権は、揚州北部と徐州をめぐり、早々と争っていたが、呂蒙は、関羽が凶慢でありながら憲兵戦との野心を持ち、 加えて上流に国を構えている情勢から言って、両国の友好関係も長くは続くまいと思われた。孫高氏に南軍を、藩将に白御門を守らせ、賞金に遊撃部隊一万を引きさせ、長江の上下を巡回させ敵の所在に応じさせます。私が上洋に進軍して、そこを拠点にすれば、関羽の力気がなくても早々に対抗できます。劉備、カの君心は、 左術と武力を矜持とし、ところどころで裏切るので腹心の待遇をすべきではありません。徐州を守る曹操の兵は少ないので、勝てるでしょう。しかし徐州は、中原と陸続きです。河北平原との連動が容易になり、騎兵が使いやすい。南方の騎兵が足りないと、平原で戦うのは、不評の機動力が得意ではないと考えた。徐州を攻めてもすぐに脱回されるから意味がない。 徐州より、関所在地の南軍が先です。長江を上流まで抑え、形勢を有利にしましょう。そこを足がかりとすべきだと主張したと語った。ただし、関羽とは、表面上は、友好的に付き合っていたという。219年、劉備が益州と慶州の半分を支配して、勢力を拡大する中、諸葛金は再び使者として、慶州返還を要求する。 変換が実現せずに失敗している。孫権から、関羽の娘に、彼の息子との婚姻の申し入れがあったとき、関羽はこれを断り、虎の娘を犬の子に流行らんと孫権を罵倒したため、慶州の首相であった関羽が、曹操領の慶州の拠点である繁盛を攻撃した、繁盛の戦い。孫権は関羽に救援を申し出ていながら、わざとゆっくり兵を進めさせた。そこで関羽は、 無事な子。繁盛が陥落したとき、俺は君を滅ぼさずにいられようか。両盲が言った通り、ちょうど関羽は僧人が守る繁盛攻めにかかりきりであり、孫権に対する備えを怠りがちであった。両盲は病と偽り、孫権と共に関羽を油断させる計略を立てた。このとき、同じく関羽打倒のための策を持って、両盲の見舞いに来た、陸孫の働きも大きかった。 陸村殿、ちょうどウキンを降伏させて満身していたカウは、油断をしたのか旅網らの備えを怠るようになり、孫権の陣地から軍需物資を強奪したり、さらには留守役の軍の大部分を繁盛攻めに回すようになった。旅網が慶州に出征しようとした時、孫権は孫高氏と共同で攻めさせようとしたが、旅網は、かつての州輸と帝広氏の船舶を挙げ、 これを拒絶した、総出伝。軍の全権を任された旅網は、陸村、愚本、昌金と共に、慶州を攻撃した。旅網は陣容まで来た時、羽の設置した数十見張りを警戒して、商人の振りをして、守備部隊を騙し討ちにしたため、羽らは、旅網の進軍に気づくことができなかった。愚本の働きもあり、菅敗下の死人、美法は柴叩く間に降伏、御所、 両盲は、公安と南軍を占拠した。この場面は、白衣、渡り豪、白い服は、当時の商人の衣装だったと呼ばれる。繁盛で、徐行に破られた関羽は、慶州に引き返してきたが、すでに両盲は、占領地において、老石を働いた同郷の兵士を切るなど軍律を徹底させ、関羽軍の兵士の家族を保護するなど前世を敷き、統治を固めてしまっていたため、 指揮を失った軍は離散し、麦城にこもらざるを得なかった。旅網は南軍に泊まり、陸村は関羽の益州への退路を立ち孤立させた。孫権は元の慶州を全数が奪還はせ、関羽は東洋まで引き返した後、孫権が香料に自ら軍を引いてきていることを知り、それを恐れて西の麦城に寄った。孫権から降伏を勧告する使者が派遣されてくると、 関羽は偽って不り、半旗を立てて城上に人をかたどって遁走した。孫権は、藩章、朱繕を派遣して、関羽の退路を遮断し、孫権は朱繕と藩章に追跡させ、冬十二月に、東洋県の臨祖において関羽は、官平らと共に退路を立たれ、関羽及びこの官平を捉えた。孫権は関羽を生かして竜、宗にぶつけたいと思ったが、左右の者たちが言った。 狼の子を養うことはできませぬ。後に必ず害をなすでしょう。曹操は即座に彼を排除しなかったために自ら大きな心配事を作り、党を打つそうと定義したのです。今、どうして生かしておけましょう。そこで、羽を斬首した。関羽の主級を曹操に送ると、孫権は諸侯の礼をもって関羽の死体を葬った。こうして両毛は関羽を打ち、 慶州を奪還するという大功績を挙げた。呂蒙は南軍大使となり、占領港に封じられ、千一億千と黄金五百金を賜った。その他、呂蒙に対する功遇は大きかったという好評伝。しかし、間もなく呂蒙は病床につくようになり、孫権は迎えて内殿に置き、孫権はこのために惨憺となった。しばしばその顔色を見ようとしたが。 また太郎を動かすを恐れ、常に壁をうがって、これを見、孫権は、呂毛の容体を聞くたびに、一喜一憂した。孫権は賞金をかけてまで呂毛を治療させたが、その甲斐もなく、呂毛は二百十九年末に死去した。去年四十二、孫権からの贈り物はすべて返還し、葬儀も、また簡素にするよう遺言したという。両毛は病床にあるとき、 皇領の陳述として修繕を推していたが、修繕殿。慶州での戦いで活躍した陸村が、この後、呉の軍政上の責任者となる。こに、両、両派、両厚氏がいる。両毛の死後は、次男両派が占領公を継いだが、直系が続かず二人の兄弟が、相次いで後継している。両毛は思考を重視し、君主と同僚との関係を前所することができた。 かつて柿部のことで、江夏大衆の際に告発されたが、両毛は恨みを言わなかった。孫賢は両毛を身内のように退遇し、大事を預けていた。露宿、関寧とそれぞれ堂に上って、母に拝礼し、この儀式は同じ家族になるに相当する熱い友情を結んだ。関寧は粗暴で、殺人を好み、両毛の意に反し、時には命令にも違反した。 尊権が起こると呂蒙は、その都度許しを述べたため尊権は関令を許し、関連は礼物を持って、呂蒙の母に礼接した。当の士官が選んだ、中国六十四名将に選ばれている、武六十四章。他に三国で選ばれているのは、義の東文草、張良、植の関羽、張飛、呉の周遊、陸尊、陸高の七名のみである。陳寿は、 表の中で、両盲は勇敢であり、計りごとをよく巡らして決断力があった。軍略の何とあるかを、はっきり理解していたのである。各広史を欺いて、勘を捉えたことは、その最も大えなるものである。若い頃は果敢であったものの軽はずみであり、身りに人を殺してしまったこともあったが、ついには己に勝ち、国史、一国を背負って立つ人物としての器量を、備えるに行ったのである。 これがどうして、ただの武将と言えようか。と述べ、両盲を称えている。孫賢は、陸ンとの会話の中で、使命、両盲が若い頃、我は、彼のことを苦難を厭わぬ、果敢で着物座った人物であるが、それ以上ではないと思っていた。だが、成長するに及んで学問を身につけ、その計略は奇抜となるに至った。言論の簡発さでは、黄金、 周囲に及ばずとも、これに次ぐものと言えよう。官を捉えたことにおいては、死刑、シクにまっさる。と評している。また、尊権は、旅蒙と、賞金が勉学に励んで成長を遂げたことを称えて、人が長じて、ますます進種するのは、旅網、賞金のごときに及ぶものはあるまい。吹き坂へ表して改めて不死を追って、学問を好み、書伝を単越し、 材をか論じて気を尊飛び、行いは規範となり、揃って国史となった。なんと素晴らしいではないか、と評している。小説、三国支援儀では、孫権の時代に集まった人材の一人として名が上がる。10月14日に、勘を打ち取り、12月17日にその縁で、勘の亡霊に取り憑かれ、孫権につかみかかって、青い目の小アッパ、赤ひげのネズミ目、 拙者が誰かわかるかと言い放つや、黄金族を破って、以来天下を立てよこし十四年、今お主の関係にかかり、拙者はもはや生きて、お主の肉を喰らうことはできぬが、死して、土門の魂を道連れにせん。我こそは、漢の寿抵抗、咳うんちょなりと絶叫し、体中の穴という穴から血を吹いて死んだという描写になってい、楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。